演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら、チャンネル登録よろしくお願いします。ちら、業務スーパーの冷凍厚焼き卵と冷凍錦糸卵を食べたいと思います。あ、そうなんですよね。それでこちらも以前食べたオムレツとかと同じように冷凍されている卵製品なのですが、そのままですね。こちらは自然解凍なのですぐにはちょっと食べられないんですよね。なのでちょっと待たなければいけなかったので、前回のと一緒には食べられなかったのですが、今回ちょっと時間が作れたので買って食べてみたいと思います。おい、多分前の晩から入れておいて溶かしてっていうのを想定してるんでしょうね。錦糸卵はこちらで、ちょっと固まってますけど、こんな風にほぐれてますね。厚焼き卵はちょっと重たい重たい、包丁で切るべきかな、これどうだったかな、これ崩れちゃいましたけど、こんな風に断面が出てます。ぎっしり詰まってますね。では食べていきたいと思います。まずは厚焼き卵からいただきます。厚焼き卵は本当に分厚いな。錦糸卵は意外と食感がある。なんか今まで食べたことない錦糸卵ですね、これ。厚焼き卵の方は本当にもう分厚くて、どうやったらここまでなるんだろうっていうぐらい大きさ、厚みがある卵でしたね。噛んだ瞬間にちょっと甘めの味付けになっている卵の味と、おそらく混ぜられているであろう和風だしの風味がその中にふわっと広がっていて、とっても美味しかったです。本当に和を感じますね。ただちょっと太すぎたので、本当包丁で切った方がいいかもしれないですね。まるでケーキ食べてるみたいなと。もちろん味は違いますが、で、こちらの錦糸卵の方は、錦糸卵はね、どちらかというとふんわりしたイメージがあったんですけど、これは意外と食感がしっかりしていて、一本一本しっかり感じることができましたね。でも焼いてる段階でしっかりと焼かれているのだと思うのですが、これとご飯とか野菜とかいっぱい食べたら美味しいだろうなって本当に思いましたね。これだけに食べても十分、まるで麺をすすっているかのような食感を楽しむことができたので、今まで食べていた錦糸卵とは全く違うような味わいがありました。どちらも美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。そういえばなんか冷凍車、業務スーパーで冷凍コーナーを見たら、こんな風に冷凍のマカロンなんてあったんですよね。なので本日はこちらで締めたいと思います。どうやって開けるんだこれ、危ないね。はい、ふらっておりましたが、なんだろうな、多分これがバニラ、チョコレート、アーモンドかな。では食べていきたいと思います。これも解凍済みですね、もちろん。ではいただきます。風味は効いてるんだけどな、今回は卵で止めといた方が良かったかもしれないとちょっと思っちゃうな。これ茶色いのはキャラメルでした。で、その上でバニラもチョコレートもキャラメルもそれぞれのフレーバーの味は感じられたのですが、生地の部分がマカロンにしてちょっとサクッと感が足りない気がしましたね。まあ、冷凍食品という都合上仕方ないのかもしれませんが、ちょっとサクサクっていくのかなと思ったら、ちょっと途中で固みがあってクリームに引っかかってしまって、もうちょっとサクサクしてないとマカロンとは違うかなと思いましたね。なのでちょっとそこが残念でしたので、こちらの点数とさせていただきます。かげろうや穴で待つほど夏の日か、かげろう穴で待っている、涼んでいるのか暑いの待っているのかどっちなんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。